ケーニグセグ CC8S とはスウェーデンの自動車メーカーであるケーニグセグが製造・販売していたスーパーカーである。1997年にプロトタイプを公開、2000年のパリサロンで市販モデルが発表され、2002年より発売された。シャーシはカーボン製でケブラー、アルミハニカムで補強されている。ボディもカーボン製でフレームは セミモノコックを採用している。リアスポイラーが取り除かれ、デザインとしては全体的にスッキリとした感じになっている。さらに着脱可能なルーフと外側に競り出し状に持ち上がるという一風変わったラプタードアを採用しているのが特徴。エンジンはフォード製の 4.7LV8 をベースにスーパーチャージャーを搭載した 655PS の エンジンを MR レイアウトで搭載。最高速度は高渉時速 390km、0時速 100km 加速は3.5秒と高い、性能を秘めている。サスペンションは F1 の技術を注ぎ込んだダブルウィッシュボーンを採用。高い性能を秘めているにもかかわらず、パリーサロンでのプロトタイプ登場がポロシェカレラ GT と重なってしまい。 さらに経営にグセグそのものがメディアでの露出が極端に少ないことから日本ではほとんど知られていない。2002年から2003年まで製造され生産台数はわずか8台のみである。後継者は CCR。ありがとうございます。